特殊消防隊だ。民間人はもっと下がって。ここは危険です。あ、君もこんなところにいないで早く下がって。あれ、君は中隊長、何やってる。すいません。丸八一丸、小村人の鎮魂にかかり。了解。シスター、祈りを始めてください。はい。炎は魂の息吹。特殊召喚発射。コア殲滅用パイルバンカー用意。シスター、お怪我はありませんか？あ、はい。シスター、君は？はい、申し遅れました。本日から第8特殊消防艦隊に配属されました第3世代消防艦、新羅日下部です。これが噂の悪魔の足跡か。テラスは闇、僕らは歩き慣れてきた日々も問うた。夢は安泰な暮らしだが、刺激不足上にダラダラ。テラスは闇、僕らの歩き慣れていた道はどこだ。時はたまにじゃったが、ぬくもりに包まれたら。炎が立つ散る手の方へ、思い出すは優しいメロディー。飛ばすのも全部僕にとっての宝物。新設部隊って最新設備じゃないのかよ。ボロい。神羅、入れ。はい。ボロいか。いえ。失礼します。お、来たな。第八特殊消防隊大隊長、秋たる王美だ。挨拶の時くらいトレーニングやめてください。そっか。竹久ひなはズタボロ第八の中隊長だ。して神羅、履歴書の写真なんで笑ってんの？はい、すみません。
緊張とかで表情がこわばるとき笑ってしまう癖があるみたいです。は？あ、いえ、緊張しちゃうと笑っちゃいます、顔が。ごめんごめん、かわいいやつだなお前。それじゃあ誤解されることも多いだろう。はい、舐めてるわけではございません。かわいい、気持ち悪いの間違いだろ。それで死んだ消防隊に入隊した動機は何だ。はい、俺はヒーローになりに来ました。英雄志向も結構だが、消防官はチームだ。協調性を大事にしてもらわないとな。ヒーローね。お前は確か幼少期の事件が原因で訓練学校でも悪魔なんて言われていたようだが、評判の悪い不良が点数稼ぎに消防官になっただけじゃないのか。それがヒーローね。シスター、何です？マキさん、さっき駅で新入隊員にお姫様抱っこされてましたよね。その時やっぱり運命とか感じましたか？え、マキさん、普段はクールなのに頭の中お花乙女畑だからな。失礼します。ん？先ほどはありがとうございました。いえ、ヒーローとして当然です。やっぱり運命。シスターで可愛いアイリス様が暴力なんていけないと思います。いいですね、ロマンチック。能力に合わせてズボンの裾を詰めたんですけど、竹、大丈夫でしたか？はい、ありがとうござ…ん？なんかいい匂い。これが濡れた女の香りか。ちょっと、そんなこと考えてないですよ。あの、オービ大隊長、そろそろ。よし、みんな揃ったし始めるか。今ここにいるみんなにも、いつ誰に起こるかわからない地球に住む人類皆が抱え込んだ恐怖、人体発火現象。ある日を境に突然世界中で人が燃え出すようになった。第一世代とされる人体発火の被害者たちだ。自我を失い命尽きるまで暴れる第一世代の彼らは、ホムラビトと恐れられている。ホムラビトは心臓部分にあたるコアを潰さなければ活動をやめない、すなわち鎮魂だ。我々特殊消防隊の任務は、ホムラビトを鎮魂し、人々とホムラビトの魂を救うこと。そして一刻も早く人体発火の原因と謎を解明し、何より人類を炎の恐怖から救い出すことが我々の使命だ。俺はヒーローになる。いや、ならなきゃいけないんだ。お母さん、俺スーパーヒーローになってお母さんもショーも守る。かっこいいね。こんな危険な子引き取れるわけないでしょ。まあおばあ様、お孫さんの前ですので。
孫って、この子がなんてことしたか分かってるの？それなのに、それなのに、お前はなんて顔をしているんだ。約束守る。気泡シーナ、トムラリトが出現したわ。30秒で支度して。はい。台東区鳥越地区でホムラビト発生。火災現場は町工場。ホムラビト化したのは工場長のご婦人。消防庁上野方面本部第4分団と協力してこれを鎮魂、鎮圧する。今回のホムラビト、かなり攻撃的なようでな。飛び火しないように作業はしているが、ホムラビトの鎮魂ができねばどうにも。シスター、妻を眠らせてやってください。ホムラビトは炎に巻かれた迷い人、大いなる太陽神の名のもと慈悲を。第八特殊消防隊、突入するぞ。はい、できたよ。やったぜ。これでみんな守れるぞ。お母さん見て、ヒーローみたい。うん、かっこいいよ。この奥だな。まるで私たちの侵入を拒んでいるような炎の壁ですね。ご婦人にとってここは大事な場所だったのでしょう。お母さん、ショウ、シーナ、大丈夫？ヒーローになるんじゃないのか。消防官は仲間を置いて逃げることはしない。一人の遅れがみんなの遅れになる。俺たちの体に巻かれた青い発光体は炎と煙の世界で仲間と仲間をつなぐ絆だ。決して断ち切るな。恐怖心がある方が冷静な判断ができる。だがただの臆病者にはなるな。問題ありません。マキ、進路確保します。Thank you.
くんだそうよ。弟の翔くんなんて骨も残らなかったって。第三世代っていうの、急に炎が吹き出るんでしょ。怖いわね。逃げるわけにはいかねえ。僕じゃない。いたんだ、あの火事の時。何か、母さんとショウと俺以外の何かが、あの野郎の正体を、あの引きつったいびつな笑顔、気持ち悪い悪魔。あの日からまともに笑えなくなっちまった。大層なあだ名つけられて情けないやつか。お前は気を失ってた。何分？何？5秒かそこらだ。大丈夫なのか？立てるなら自分で立て。平気、シンラ。はい。総員戦闘態勢。ふた人一丸、ホムラビト工場長夫人の鎮魂にかかる。了解。シンラ、俺とマキで注意を引きつける。その足で一撃で決めろ。はい。行動開始。
奥様は無事永遠の炎に変えられました。神羅隊員が苦しませずに鎮魂を。ありがとう神羅隊員、ありがとう。お疲れ様。これからお前もこの喝采を幾度となく受けていくんだ。かっこいいよ。ヒーローへの第一歩は踏み出せたんじゃねえか。消防艦隊に配属されました第三世代消防官神羅日下部です。